マドリー黄金の中盤、かつてレアルマドリードに前人未到のチャンピオンズリーグ3連覇という偉業をもたらし、世界最強の名を欲しいままにしていた背景にはある男たちの存在がいました。トリクロース、ルカ・モドリッチ、カゼミーロ、彼ら3人は黄金の中盤と呼ばれ、世界中のフットボールファンの目を釘付けにするスペクタクルな瞬間を何度も演出し、その功績はいつになっても色褪せることがないでしょう。そして今年はその一人であるクロースが現役引退を発表するなど、マドリーも一時代の終焉を迎えており、ここで改めてこの3人のレジェンドたちが築き上げた功績を振り返っておくのも悪くないでしょう。そのため今回はマドリーに黄金時代をもたらしたクロース、モドリッチ、カザミーロに焦点を当て、彼らがどのようにして偉業を成し遂げてきたのか、その歴史について振り返りたいと思います。最高の時代を振り返る準備ができた方はご一緒にどうぞ。まず紹介するのは、先日自国開催のユーロをもって現役を引退することを電撃発表したこの男、トリクロース。マドリーの中盤で最も重要な役割を担い、その精密なパスと戦術的な知識でチームを支える天才ミッドフィルダーですが、そんな彼のルーツはドイツから始まりました。1990年1月4日、ドイツ北部のグライフバルトで誕生したトリクロース。彼の両親の血筋は元レスリング選手の父と元バドミントン選手の母というスポーツ界のサラブレッドであり、幼い頃からクロースはスポーツに対する驚異的な情熱を燃やしていたのです。7歳で地元クラブグライフスバルダーで本格的にキャリアをスタートさせたクロースは、弟のフェリックスと共にサッカーに没頭。その後父の転勤によりハンザ・ロストックに移籍した後、クロースは2006年チェルシーなどからの誘いをも断り、ドイツの名門クラブバイエルンミュンヘンのユースに加入することになります。クロースは最初はアマチュアリーグでプレーしていましたが、彼の才能はすぐにプロの目に留まり、間もなくプロと一緒に練習を始め、2007年にはブンデスリーガデビュー。初戦でわずか18分間に2アシストを決めるなど、その名は瞬く間にドイツ中に知れ渡りました。しかし当時のバイエルンはスター選手がひしめく環境で、クロースは満足に出場機会を得られず、2008年にレバークーゼンへ1年半のレンタル移籍。ここで彼は飛躍的に成長し、特に0910シーズンには公式戦35試合で9ゴール12アシストを記録、チームの中心選手として大活躍を見せました。そんなクロースの活躍ぶりを見たバイエルンの名誉会長フランツ・ベッケンバウアーはビルト紙にて、トリクロースはここまでの最優秀選手だ、彼は予想以上のプレーを見せているよと称賛。そのシーズンはキッカーによるブンデスのシーズンベストイレブンにも選出され、彼のキャリアの転換点となるとともに、この経験を経てクロースはバイエルンに復帰し、すぐに主力選手として定着します。その後バイエルンミュンヘンに復帰したクロースは、レバークーゼン時代の恩師であるユップ・ハインケス監督の下で再び指導を受けると、強力なライバルひしめくバイエルンでのプレーを通じて、さらにその技術が磨かれ、チームの中心選手へと成長。特に 1-2-1-3 シーズンはブンデス、 DFB ポカール、チャンピオンズリーグの3冠達成という偉業を成し遂げたチームの中心人物として輝き、ハインケスのサッカーでなくてはならない存在へと昇華。そして2014年のブラジルワールドカップでもドイツ代表の中心選手として全試合に出場し、東西ドイツ統合後は初となるワールドカップ制覇に貢献しました。特に準決勝のブラジル戦では自身も2ゴール1アシストを記録し、あのブラジル相手に7対1という歴史的な勝利に大きく貢献するなど、この大会での活躍によりクロースは世界的な評価を確立したのでした。バイエルンでその才能を開花させたクロースですが、2014年からはマドリーに移籍。その後の彼は一列ポジションを落としてボランチがメインポジションとなりますが、ラリーガ制覇やチャンピオンズリーグ3連覇をはじめ多くのタイトルを手にするなど、バイエルン以上に後方から試合を組み立てる天才ゲームメーカーへと駆け上がっていったのでした。そんなバイエルン、マドリード欧州屈指の名門で輝いたクロースの特筆すべき能力、それは正確無比なパスにあります。彼のキックはロングパスでもショートパスでも驚異的な精度を持ち、ラリーガでプレーした10年間全てでパス成功率 92% 超えを記録。さらに通算パス成功率は 94%を誇り、1516シーズンのバレンシア戦ではパス成功率 100% を達成するなど、フィールドを我が物としました。さらに1920シーズンに至っては171本放ったロングパスのうち実に148本を味方に通し、その成功率は驚異の 86.5%。 この数字は欧州5大リーグでロングパスの試行回数が100回以上の選手261人の中でトップを記録しています。近年のサッカー界を見てみると、欧州の5大リーグでもロングパスを効果的に活用するチームが増えており、リバプールやマンチェスターシティらもその戦術を駆使していることは多くのサッカーファンにとって周知の事実です。数年前にはペップが作り上げたバルセロナのようなショートパス主体の戦術が主流となった時代もありましたが、時代は変わり、現代サッカーではショートパスの技術はもちろんのこと、さらにフィジカル的な強度を重視しながらよりダイナミックにロングパスも駆使するスタイルが注目されています。この新しい時代のサッカーにおいて正確なロングパスを供給できる選手の価値はますます高まっており、クロースのような選手がいることでチームは攻撃の幅を広げることが可能になるのです。
彼の正確無比なプレーはまるで精密機械のようで、試合のリズムを正確に刻むそのスタイルからしばしばメトロノームに例えられることがあります。またクロスはパスの精度や成功率で注目されがちですが、そのシュート技術も天下一品で、1617シーズンマドリーがセルタを2対1で下し開幕2連勝を飾った試合で、決勝ゴールを叩き込んだのはクロスでした。この試合でクロスはカーブをかけたインサイドキックでコースを狙い、まるで針の穴を通すような正確なシュートを放ち、チームの勝利に貢献。そんなクロスについて元バルセロナのシャビ・エルナンデスは、クロスはマドリーのエンジンだね。彼のプレースタイルは多くの部分で僕を思わせるところがある。彼はフィールド上では僕の後継者のようだよと宿敵マドリーでプレーするクロスを自身の後継者に名指しするほど高く評価しています。また元マンチェスターユナイテッドのポール・スコールズは、私は本当にクロスが好きだし、キャリアの終わりが近づいた時には彼のプレーをしっかりと見て参考にしようとしたんだと、年下のクロスをお手本にしていたことすら明かしています。クロスの存在はキャリア晩年になった今でもマドリーの中盤を支える要であり、その正確なプレーはファンを魅了し続けているわけですが、この度発表された彼の引退はサッカー界にとって大きな損失で、その遺産は永遠に残り続けることでしょう。次に紹介するのは魔術師の異名を持つクロアチアが生んだ戦うテクニシャン、ルーカ・モドリッチ。彼は1985年9月9日クロアチアのザダルで生まれました。内戦の影響で幼少期は困難な環境で育ったモドリッチでしたが、その困難な状況の中でも常に彼の心にはサッカーへの燃えるような情熱があり、家族の支えと自らの努力でサッカーの才能を見事に開花させ、ついには世界の舞台へと躍り出たのです。そんな彼の才能は早くから周囲に認められ、地元クラブでのプレーを経て16歳でクロアチアの名門ディナモ・ザグレブに加入。ユースチームでの輝かしい活躍を経て2003年にはトップチームデビューを果たしたのでした。ディナモ・ザグレブでもモドリッチはその卓越したボールコントロールと視野の広さから中盤の要として活躍し、チームをリーグ優勝に導くなど、そのプレースタイルは当時からすでにマエストロと称されるほど完成されたものでした。そして2008年、モドリッチは新たなる挑戦の地イングランドサッカー界へと足を踏み入れることとなります。その移籍先は名門トッテナム・ホットスパーで、当時のクラブ史上最高額となる移籍金2300万ユーロを投じられ、モドリッチはノースロンドンの地に渡ります。トッテナムとそのサポーターは彼の到来に大きな期待を寄せており、その期待に応えるべくモドリッチも全力を尽くすことを誓いますが、プレミアでのプレーは彼にとって技術と戦術理解が試される舞台となっていきます。2008年8月16日、ミドルズブラとの開幕戦でモドリッチはプレミアの舞台に初めて足を踏み入れ、指揮官ファンデ・ラモスの下中盤の底で司令塔としての役割を託されますが、プレミア特有の激しいプレースタイルに苦戦し、不慣れなポジションでのプレーとまた膝の怪我も重なり、本領を発揮できず適応に苦戦することになります。しかし10月末に成績不振を理由に指揮官ファンデラモスが解任され、新たにハリー・レドナップが就任すると、モドリッチはセントラルハーフや左サイドでのプレー機会を得て次第にその才能を開花。12月18日のウェファカップスパルタクモスクワ戦で移籍後初ゴールを決めると、その3日後のニューカッスル戦でもプレミア初得点を挙げ、彼の新天地での活躍の幕開けとなったのでした。その後モドリッチはトッテナムでその創造性とパスセンスから中盤のキープレイヤーとして君臨すると、特に1011シーズンにはチームをチャンピオンズリーグベスト8に導く立役者になりました。さらにそのシーズン、モドリッチはプレミアでは32試合に出場し、パス成功数とインターセプト数でリーグベスト3に入る活躍を見せ、2シーズン連続のチャンピオンズリーグ出場権こそ逃したものの5位につけ、ヨーロッパリーグ出場権獲得に大きく貢献しました。そして2012年、モドリッチはついに世界最高峰のクラブレアル・マドリードへ移籍を果たすことになります。しかしモドリッチはマドリー移籍後も初めはクラブへの適応に苦戦したのか、マルカ読者投票による 1-2-3 シーズン最悪の補強に選出されてしまうなど、厳しい批判にさらされる不本意なシーズンとなってしまいました。それでも翌年、カルロ・アンチェロッティが監督に就任すると、見事に先発の地位を確立し、1314シーズンはマドリーが10度目のチャンピオンズリーグ優勝を達成する原動力となり、その後のチャンピオンズリーグ3連覇にも貢献しました。そんな白い巨人の栄光に携わったモドリッチのプレースタイルは、ボールコントロール、視野の広さ、そして驚異的なパス精度において非常に優れており、マドリーでの彼の成績は12年の移籍以来公式戦500試合以上に出場し、39試合86アシストという驚異的な記録を残しています。また彼のパス成功率は 90% 以上を維持し続け、特に18年シーズンには 92.6% を達成。そんな彼はチームメンバーからビナグレというニックネームで親しまれています。ビナグレにはオスという意味もありますが、実はもう一つ怒りっぽい人という意味のスラングでもあるようで、モドリッチは試合中に情熱的で怒りっぽい一面を見せることがあり、試合中に審判の判定に激しく抗議する姿やチームメイトに対して厳しく叱責する場面もあり、その熱い気性がしばしばチームを鼓舞する力となってきました。
。ロッカールームではフクロウのように物静かに周囲を見渡すモドリッチなのですが、ひとたびプレイになると人が変わったように激しくなるその姿はリーダーとしての責任感の表れなのかもしれませんね。こうしたモドリッチのクラブでの成功はクロアチア代表としての輝かしい活躍へとつながっており、特に18年のロシアワールドカップは彼の頂点とも言える瞬間でした。準決勝のイングランド戦、延長戦の緊迫した瞬間にモドリッチの精密なパスがマリオ・マンジュキッチのゴールを生み出し、歓喜の決勝進出を果たしたこの場面ではまさにスタジアム全体が一つになった瞬間でした。そして決勝戦ではエンバペを擁するフランスに惜しくも敗れましたが、モドリッチの存在感は決して色褪せることはなく、その一挙手一投足が見る者を魅了。大会を通じて見せた圧倒的なパフォーマンスは誰もが認めざるを得ないもので、大会の最優秀選手に贈られるゴールデンボールに輝き、彼は世界中のサッカーファンの心に深く刻まれることとなりました。小さな町ザダルから生まれた一人の少年が困難を乗り越え努力を続けて世界の頂点に立つ感動的な瞬間だったわけですが、2018年にはバロンドールも受賞、メッシ、クリスティアーノ・ロナウドの連覇を止めたことでも話題となりましたよね。そしてモドリッチの戦術的な知識とプレーの質は年々進化し続けており、36歳となった今でもそのパフォーマンスは衰えることを知らず、クラブの中でリーダーシップを発揮し続け若手選手たちの模範となっています。そんな彼の存在については周囲の評価も非常に高いものがありますが、元同僚のセルヒオ・ラムスも、ルカは単なる選手ではない、彼はリーダーであり試合の流れを変える力を持っている、彼と一緒にプレーできることは本当に光栄だ。クロアチアの同僚イヴァン・ラキティッチは、モドリッチは我々の誇りだ、彼の努力と献身がなければ我々はここまで来ることはできなかった、彼の存在はクロアチアサッカーの未来にとっても非常に重要だと語るなど、晩年に差し掛かり途中出場が多くはなっているモドリッチですが、ピッチに入れば彼の存在は今でもマドリーの中盤を支える要であり、その性格で美しいプレーは今後もまだ多くのファンを魅了し続けることでしょう。そして最後に紹介するのはフィールドの守護者として君臨する最強のハードファイターカゼミーロです。カゼミーロは幼少期をブラジルのサン・ジョゼ・ドス・カンポスという貧しい村で過ごした後、ブラジルの名門サンパウロのセレクションに参加。当時はフォワードとしてプレーしていたにもかかわらず、より確率を上げるためボランチとしてセレクションに参加。これによりカゼミーロは見事にそのポジションで合格します。当時のことをカゼミーロは、コーチがフォワードを本職とする選手は誰かと聞いた時、50人ほどが手を挙げたことを覚えている、だから僕は手を下げたんだ、競争が激しかったからさ。そして次に守備的ミッドフィルダーは誰か聞いた時、8人が手を挙げた、そして僕も守備的ミッドフィルダーが本職だと言ったんだ、コーチたちはフォワードではないかと言ったけど僕はノーと答えた、それが全ての始まりというわけだと語り、要は彼がボランチに転向した理由はライバルが少ないという一見すると消極的な理由にも聞こえるかもしれませんが、もしこの時彼がフォワードを選んでいればその才能が埋もれていた可能性もありましたし、何よりちょっとつ猛進の一点突破ではなく冷静に状況を見極める性格もボランチに向いていた要因だったのかもしれません。その後2002年、カゼミーロはサンパウロのユースチームでキャリアをスタートさせ、彼の努力と才能は次第にチーム内外で認められるようになりました。そして2010年、ついにトップチームに昇格し、彼の夢が現実となりプロサッカー選手としての新たなページをめくります。カゼミーロのデビュー戦は7月25日のサントス戦で、ピッチに立つ彼の姿は少年の頃からの努力が結実した瞬間でした。そしてわずか数週間後の8月15日、クルゼイロ戦でプロ初ゴールを記録し、その瞬間彼の名前はスタジアムに響き渡り、観客たちの声援に包まれたのでした。その後カゼミーロはサンパウロで4シーズン在籍した後、2013年にレアルマドリードのリザーブクラブであるマドリーカスティージャにレンタル移籍が決定。4月20日のレアルベティス戦でトップチームデビューを果たすと、同年6月に600万ユーロでの買い取りが決定しました。マドリーカスティージャはカゼミーロのボランチとしての守備力とボール出す能力、さらに試合の流れをコントロールするサッカー IQ の高さに大きな期待を寄せると、カスティージャでのプレーを通じてヨーロッパのサッカースタイルに適応し、将来的にトップチームでの重要な役割を担える選手に成長することを望んでいました。カゼミーロ自身もヨーロッパのトップクラブであるマドリーでの経験を切望し、さらなる成長を夢見ていたことから、これらは双方の思いが重なった出来事となりました。そして2014年7月、カゼミーロは出場機会を求めて1年間のレンタル移籍でポルトガルの地へ向かうことを決断。後にマドリーの監督を務めることになるフレン・ロペテギ率いるポルトでカゼミーロはレギュラーとしてプレーし、その堅実な守備と攻撃参加でチームを支えました。こうした活躍を受けて1年後にポルトガルが買取オプションの交渉を希望しますが、その1週間後逆にマドリー側が買い戻しオプションの交渉を決断し、15年についにマドリーに復帰。ここからカゼミーロは名門の中盤の要として定着していくことになります。彼のプレースタイルは強靭なフィジカルと戦術的な知識に基づいており、試合中に相手の攻撃を断ち切る能力は抜群。そしてここからあのレジェンドが監督に就任する運びとなり、カゼミーロのサッカー人生は大きく動かされていくことになります。
2016年1月、サッカー界に衝撃のニュースが舞い込みました。ジネディーヌ・ジダン、指揮官就任。プレイヤーとして数々の栄光を手にしたジダンが、今度は指導者として銀河系軍団を率いることになるという知らせは、まさに雷鳴のごとくサッカー界に響き渡りました。彼の監督就任は単なるニュースにとどまらず、ファンやメディアは一気に熱狂し、ジダンの豊富な経験と知識がマドリーに新たな黄金期をもたらすと信じて疑いませんでした。彼がチームに吹き込む新たな風は、どんな奇跡をもたらすのか、誰もが期待に胸を膨らませましたが、現実は甘くありませんでした。シーズン初めチームは思うような成績を上げられず、ファンやメディアからのプレッシャーは日増しに高まる一方で、ジダンは戦術を再考し、選手たちとの信頼関係を築くために昼夜を問わず努力を重ね、新たなトレーニング方法を導入するなど、あらゆる手段を講じました。現役時代世界最高のミッドフィルダーとして名を馳せたジダンは、その経験から中盤の役割と重要性について深い理解を持っており、中盤の立て直しこそが上昇チームへの近道と確信していたのです。彼が就任した当時の中盤はクロースとモドリッチを中心に攻撃力は高かったものの、守備においては安定感を欠いていると分析されていました。特にディフェンスラインとの連携がうまくいかず、簡単にゴールを許してしまう場面が多かったため、ジダンはディフェンスラインと中盤の連携強化を決断し、そこで活躍が期待されたのがカゼミーロだったのです。この当時のマドリーの状況に対して、カゼミーロの守備的ミッドフィルダーとしての役割は非常に重要であり、そのタックルやインターセプト能力がチームの守備に一気に安定感をもたらしました。ジダンは、彼がいなければ攻撃的な選手たちが自由にプレーできないと断言するほど、カゼミーロの守備的な貢献が不可欠であると評価し、彼が中盤に定着したことで守備の課題は次第に解消。モドリッチやクロースたちもより自由にピッチ上広範囲でプレーできるようになりました。モドリッチとクロースが創造性を発揮し、攻撃陣が次々とゴールを量産する一方で、カゼミーロは後方で確実に相手の攻撃を阻止する、この絶妙な補完関係が成り立ったことにより、チーム全体のバランスが劇的に向上し、ジダンの指導の下でマドリーは再び強力なチームへと生まれ変わったのです。さらにジダンは試合ごとに選手たちのモチベーションを高めることにも注力し、情熱を前面に出してチームを鼓舞すると、彼のカリスマ性とリーダーシップが選手たちの心に火を灯し、全員が一丸となって戦うことでマドリーは困難を乗り越えました。その結果、ジダンの戦術的な柔軟性と情熱的なリーダーシップが功を奏し、試合ごとに適応しながら勝利を積み重ね、最終的にはその年のチャンピオンズリーグ制覇など数々のタイトルを獲得。ジダンの就任からわずか数ヶ月でチームはリーグ戦での躍進を遂げ、ヨーロッパの舞台でもその強さを示すなど、彼の手腕によりマドリーは再び欧州の頂点に立ち、その伝説は新たな章へと進んでいったのです。そんな彼らの連携と個々の能力が相乗効果を生み、マドリーを再びサッカー界の頂点に押し上げたわけですが、特に圧巻だったのは何といっても前人未到のチャンピオンズリーグ3連覇ですよね。個人的に特に思い起こされるのは17年6月3日カーディフのミレニアムスタジアムで、2連覇がかかる前年王者マドリーとユベントスが決勝戦で激突した大一番でした。この試合はまさに黄金の中盤と呼ばれるクロース、モドリッチ、カゼミーロの3人が輝きを放った試合で、中でもモドリッチのパフォーマンスはこの試合で特に際立っており、中盤の中心としてユベントスの健康な守備を切り裂くパスを次々と供給し、マドリーの攻撃を一手に引き受けました。特にクリスティアーノ・ロナウドのゴールをアシストしたプレーは試合の勝敗を決定づけるもので、視野の広さと創造性でユベントスの守備を無力化し、そのプレーはまさに魔術といえるものでした。またクロースは中盤の深い位置からゲームをコントロールし、試合全体のテンポを完璧に操りながら、連携沈着なプレーと正確なロングパスでユベントスのプレスをものともせず、攻撃の起点を作り続けました。クロースは試合を通じて高いパス成功率を維持し、攻守の切り替えで重要な役割を果たすことでマドリーの中盤に安定感をもたらし、チームの全体のバランスも保つ要因となりました。そしてカゼミーロは守備的ミッドフィルダーとしてユベントスの攻撃を効果的に遮断し、相変わらずそのフィジカルとタックルが光りましたが、この試合ではそれだけでは飽き足らず、なんと自らも貴重な勝ち越しゴールを決め、その得点が試合の中でも大きく変える重要な場面となりました。この試合におけるマドリーの中盤トリオの連携はまさにヤバいほど完璧で、クロース、モドリッチ、カゼミーロそれぞれの個々の能力が見事に融合し、チーム全体にバランスとダイナミズムをもたらしました。彼らの連携プレーがチームの攻撃を円滑に進め、守備面でも安定感を提供し、最終的にはユベントスを4対1で下し、チャンピオンズリーグ2連覇目を成し遂げたのでした。試合終了後、ジダンは、今日は選手たちが本当に素晴らしいプレーを見せてくれました。特に中盤のモドリッチ、クロース、カゼミーロの3人は最高のパフォーマンスでした。彼らの連携とそれぞれの役割の遂行がチームの全体にバランスとエネルギーをもたらし、この勝利に大きく貢献しましたと大絶賛。このようにして黄金の中盤と称される3人は再びその実力を証明し、マドリーがサッカー界の頂点に立ち続けるための大きな柱となったのでした。
その後1516、1617、1718の3シーズンでチャンピオンズリーグ3連覇を果たしたマドリーの中盤には常にクロース、モドリッチ、カズミーロの3人がいたわけですが、黄金の中盤と称された彼らにも別れの時はやってきたのでした。2122シーズン、チャンピオンズリーグ決勝でリバプールを破って、またしてもビッグイヤーのタイトルを掲げたマドリーでしたが、この時カズミーロはある思いを抱き退団を決意するのでした。それはマドリー退団。2122シーズン限りでの退団とユナイテッド移籍を決断したカズミーロは、涙の退団セレモニーの後記者会見に出席し、移籍を決断経緯について、チャンピオンズ決勝が終わった時自分のサイクルが終わったという感覚があった、誠実に言わせてもらってそういうことなんだよ、バケーション後頭が冷静になってもその感覚は同じままだった、そこまで早かったわけでもない、チャンピオンズが終わった時すでにクラブには話していたんだと、自身5度目のチャンピオンズリーグ優勝を果たしたその裏で一時代の終焉を感じていたことを明かし、共に中盤でトリオを組んだクロースとモドリッチについても、会長に話をするのと同じぐらいに難しかった、トニーは朝の4時半に本当かどうか聞いてきたんだ、そんな彼には眠らなくてもいいけど俺を寝させてくれって言ったよと、冗談も交えながら互いを思い合う絆が確かなものであったことを明かしました。加えてカズミーロは、ルカとトニーのことは僕の全人生ずっと心に持ち歩くよ、アンチロッティが僕たちのことをバミューダトライアングルって言ったのは本当に最高だった、彼らは選手の枠を超えた僕の友人たちだ、彼らがいれば全てが簡単だったんだ、僕たちは何度となく素晴らしい夜を過ごしてきたけど選ぶならさっきのチャンピオンズ優勝かなと語ってみせました。また別のあるテレビ番組に出演した際には、指揮官アンチロッティとの一幕も振り返り、マドリードからユナイテッドに移籍することを迷ったのは一度だけだった、その日は金曜日で全てが終わっていた、トレーニングをしなければならなかったのにトレーニングをしなかった、アンチロッティに話をしに行くと彼はすでに僕が去ることを知っていた、オフィスに行くと彼は振り返って泣いていたよ、アンチロッティは僕に去ってほしくない、僕をとても愛していると言った、それで僕は躊躇したんだ、マドリードは僕をとても求めていたけれど僕はすでにユナイテッドと約束をしていたし、それが何よりも大事だったと、やはり長年苦楽を共にしながら多くの偉業を成し遂げ相思相愛だったマドリー対談に至ってはそう簡単ではない葛藤があったことも告白しています。そして惜しまれながらの対談となったカズミーノには、クロースとモドリッチからそれぞれマルカを通じてお別れのメッセージが送られており、クロースからは、親愛なるカゼ、君と一緒にいるとどんな状況でも汗をかかないわけにはいかない、君はトルコ風呂でさえリラックスさせてくれないからね、そこに留まることはさらなる苦痛だった、君はエアロバイクとウェイトを用意しているようなものだった、これは新しいチームメイトたちへの警告さ、君と一緒だとトルコ風呂さえジムになってしまうからね、君が横になるのを許してくれるのは腹筋をするときだけだ、君のことが恋しくなるよ、模範的なプロフェッショナルとしてトッププレイヤーとして何度も僕を救ってくれた選手として、だが何よりも良い人として、僕らは一緒に歴史を作ったんだぜ、なんて伝説的な時間、僕らのスポーツの道は分かれるけれど友情はそのままだ、それは保証するよ、幸運を祈っている、またねトニオリと綴られ、モドリッチからは、親愛なるカズエ、君が我がクラブでデビューした時のことを今でも覚えているよ、どれほど緊張していたか、僕は落ち着くように頼んだけれど今そのことを考えどうなったかを目にしている、君が達成したこと僕の1年目でもあったけれど、僕らはサッカー界がどうなるか想像もできなかった、君は真のリーダーになった、チームメイトたちのため、マドリディスモのために、僕らは君のことを永遠に覚えている、僕らは一緒に多くのものを勝ち取ったけれど誰も見ていない瞬間も焼き付けておくよ、バルデベバスでの日々もね、そして何よりもジョーク、君は常に上機嫌だったからね、緊張感がある時もミスがあった時もね、君との笑いは僕らに安らぎを与えてくれた、君は世界最高のボディーガードだった、君のことが恋しくなるけれど幸運を祈るよ、それはプロとして人間として君にふさわしいことだ、今までありがとう、幸運を祈っている友よと、それぞれのキャラクターと愛情深さがよくわかる別れのメッセージを送られる中、カズミーロは2122シーズンのチャンピオンズリーグ優勝という最大の置き土産を最後にマドリーを退団し、ついに黄金の中盤は解散となったのでした。カズミーロの退団後、一時はその穴埋めに苦しんだマドリーでしたが、フィジカルベースの高い選手たちが重宝されるようになり、クロースやモドリッチも再生、若い選手たちが2人の運動量やプレータイムの負担をある程度軽減することで、クロースやモドリッチの寿命を長くしたともいえ、またクロースやモドリッチもピッチ内外の言動で若い選手たちの成長を促してマドリーの世代交代に貢献し、2324シーズンのマドリーはラリーが優勝とともにチャンピオンズリーグ王者にも返り咲きました。そしてこのタイミングでついにこの男もプロキャリア最大の決断を発表します。クロース引退。クロースは今季もチャンピオンズリーグの舞台で世界トップレベルのパフォーマンスを見せましたが、それでも引退を決意した背景について、今後数年トニクロースという選手について思い返すとき、自分がどういう選手だったかを考えてほしかった、レアルマドリーを退団するときは引退するときだと決めていた、周囲の人々はあと数年プレーできると言うかもしれない、多分そうなのだろう、だけど僕はマドリーでプレーするレベルにないところまで行くのが嫌だった、最高の時期に辞めたかった、それが今だと思ったんだと、いかにもクロースらしい幕引きの決断でした。このニュースを受けてモドリッチは自身のインスタグラムを更新し、クロースとのツーショット写真を多数アップするとともに、席別のメッセージとして、こ
この言葉を書くのは難しいよ。サッカー界は歴史的な選手が去っていくことを悲しんでいる。君はこのスポーツのレジェンドであり、レアルマドリーのレジェンドだ。君と共にプレーできて本当に楽しかった。レアルマドリーの中盤を共に形成できたことは本当に光栄だった。トニー・クロースという選手はもう二度と現れないだろう。忘れられないヨーロッパの夜、タイトル、ベルナベウの魔法、君は全てを成し遂げたが、まだあと一つ残っている。寂しくなるよ、友よ。とこの時点ではまだチャンピオンズリーグ決勝前だったこともあり、まだあと一つ残っているとしていましたが、この後クロースとモドリッチは見事にその最後の一つを勝ち取り、これ以上ない形で有終の美を飾りました。世界有数のメガクラブマドリーというクラブの長い歴史の中でも、ひときわ輝く黄金期を彩ったクロース、モドリッチ、風見色の3人の功績は世界中のサッカーファンの胸に刻み込まれており、誰一人として忘れることはできないでしょうか。やはりその終わりの時を迎えるのは悲しみを抑えることができませんよね。モドリッチとカゼミーロはまだ現役を続けていくことになりますが、クロースについてもまだ34歳と若く、どのようなセカンドキャリアを歩んでいくのか楽しみですし、彼ら3人の進む道はそれぞれ違いますが、偉大なる彼らの歩む道がどのようなものであっても、私たちは最大限リスペクトしながらこれからも見守っていくだけですね。ここまでご視聴いただきありがとうございます。今回はマドリーの黄金の中盤、トニクロス、ルカ・モドリッチ、そしてカゼミーロという偉大な3選手の功績を振り返ってきました。彼らの活躍はチャンピオンズリーグ3連覇をはじめ数々のタイトル獲得に大きく貢献し、マドリーを幾度となくサッカー界の頂点に導きました。各々の個性豊かな才能がジネディーヌ・ジダンの下で結実し、3人はマドリーの歴史に新たな黄金期を築いてくれたのは間違いありません。クロースは24年で引退を決め、モドリッチは現在38歳ながらマドリーでの現役続行を希望し、そしてカゼミーロは現在ユナイテッドで活躍中とそれぞれの道を歩んでいますが、彼らの功績はクラブのファンやサッカーファン全体にとって永遠に語り継がれることでしょう。そしてクラックフットボールでは彼らの今後の戦いについても追いかけつつ、3人のような黄金の中盤がまた作られることを夢見つつ、これからも追いかけていきたいと思います。個人的には現在形成するリバプールのマカリスター、ソボスライ、遠藤の3人組も大好きなので、彼らがこれから新たな時代を作り上げてくれると個人的には嬉しく思っています。面白いと思われた方はチャンネル登録と今後の動画もよろしくお願いいたします。ではでは、またお会いしましょう。